はい、こんにちは、市川です。で、今回何をやるかと言いますと、カメラ関係のお話ですね。登山にカメラを持っていくにあたってやはりいろんなものを持っていかなければならないんですけれども、その中で、少しでもちょっと効率化を図れればなと思いまして、まあ、最近ですね、いろいろとちょっと自分の中で考えながら実践していることがありますので、まあ、そのあたりについてちょっと皆さんにご紹介しようかなと考えています。で、今回お話しする内容としてはですね、まず一つがこのカメラ使うにあたって絶対に必要になるバッテリーのお話と、このじゃん、わかりますかね、 SD カードですね、いわゆる記録媒体についてちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、これらはですね、登山に持っていくにあたって必ず予備を持っていかなければなりません。まあ、予備を持っていくっていうことはその分荷物になりますし、特に SD カードの場合っていうのは下手をしたらデータが消えてしまうなんていうことも考えられます。まあ、このあたりについてですね、ちょっと私の中でいろいろ考えて、で、試してみたことがありますので、まあ、それについてちょっとお話をしていこうかなと思います。なおですね、バッテリーについては割と、ちょっとナイスなアイデアがひらめきまして、で、実際使ってみたところ問題なかったので、まあ、それはね、皆さんすぐにお試しいただけるんじゃないかなと思います。SD カードの方はですね、ちょっとね、まだまだ試行錯誤が必要かなというところではあるんですけれども、まあ、その辺はね、皆さんの使用環境を含めつつ、ちょっと使えるところは使っていただければなっていうふうに考えています。ではざっくりなんですけれども、簡単にご紹介の方していきたいと思います。はい、ということでまず一つ目ですね、カメラのバッテリーについてのお話をしていきたいと思います。私が使っています今、撮影しているのは α7C なんですけれども、まあ、α7C ともう1台ですね、この α7R4 ですね、の2台をですね、登山に持って行って使っています。一応役割としてはですね、まあ、α7R4 が写真専用 で α7C は動画専用っていう風に使い分けています。そもそもなんで2台カメラを使ってるかと言いますと、本来はこの α7R4 のみで、写真と動画を撮ろうという風に考えていました。しばらく使ってはいたんですけれども、いざね、冬山に持って行った時ですね、まあ、冬山ってやっぱグローブとかはめてるじゃないですか。で、その状態でね、この、モードダイヤルとか設定ダイヤルっていうのをいじろうとしたんですけど、これがね、すごく、切り替えづらいんですよ。 α7R4 の場合はですね、モードダイヤルのところにポッチがついてて、このポッチを押しながら回さなきゃいけないんですね。こうで、これがね、大変です。で、グローブはめて、ね、冬山でこんなことをやるのはね、ほぼ無理だなっていう風な結論に至りまして、だったら、じゃあもうこれは写真専用にして、もう一台動画機として使って、で、両方こうそれぞれで使った方が絶対効率がいいなということで、現在のスタイルに至っています。なおですね、夏山の場合は別に、そんなことしなくてもいいっちゃいいんですけれども、やはり α7C の、バリアングル液晶っていうのは自撮りをするとき、今もそうなんですけど、今もこの液晶を見ているんですけれども、やっぱり便利ですよね。なので、まあ、適材適所じゃないんですけれども、もう私の中ではこの子は写真、α7C は動画っていう風な感じで使っています。で、問題なのがこの2台で使うバッテリーですね。α の場合ですね、α7-2 以降かな、α7-3 から、みんな同じバッテリーになっています。バッテリーっていうのはこの NP-FZ100 っていうバッテリーですね。α 使われてる方は、お持ちなんじゃないかなとは思います。やはり登山に出かけるとなると、写真をねたくさん撮ったりとか、まあ、動画も撮ったりするのでバッテリーってどんどん減っていきますよね。まあ、私の場合はですね、一応予備用バッテリーも含めますと計6本、バッテリーを持っています。それを、全て登山に持っていって、なくなったら交換、なくなったら交換というふうに今まで使ってきました。ただですね、やはりバッテリー、これがじゃあ2個3個ってなった時にね、やはりなかなかの重さになってしまいます。私の場合はこれにさらに3本持っていくんで、もう倍ですよね。となるとね、なかなかの重量になるんですね。
で去年からですね、私はやはり荷物をちょっと軽くしたいなと思っておりまして、まあ削れるところは削りたいなというふうに考えてはいたんですけれども、じゃあこのバッテリーの部分っていうのもなんとかねできないかなというふうに、最近いろいろと考えておりました。でその結果ですね、一つひらめきましたのでご紹介の方してみたいと思います。今回用意するものがですね、まずこの、モバイルバッテリーですね。見えるかな、このモバイルバッテリーですね。これはね、アンカーというメーカーのやつで、2万ミリアンペアアワーですね。結構大容量です。これとこの、これもサードパーティー製なんですけれども、わかるかな、ニーワーというメーカーの、デュアルバッテリーチャージャーになります。そう、モバイルバッテリーとあとニーワーの、充電器を組み合わせることで、これね、登山中にすごく便利になったんですね。まあ外でも充電できるっていうのはね、もうこれとこれ見ればわかるんですけれども、まあ、なんで今まで試さなかったのかと言いますと、ちゃんと充電できるのかっていうのが分からなかったんですよね。で、仮に充電できたとしても、やはりこういったバッテリーとなると、1回で結構な電気使うんじゃないかなと思っていました。なので、言うてこれ持ってったとしても、どうせ2、3回しか充電できないでしょっていうふうに考えていたんですけれども、これね、実際使ってみると、すごい充電できました。このアンカーのバッテリーですね、モバイルバッテリーですね、満充電の時にはランプが4つつくんですけれども、このランプ1つあたりですね、でなんとこの NP-FZ100 のバッテリーが2つフル充電までできたんですよ。ってことはですよ、これ4つ丸があるので、単純にこれだけでなんと、8本充電できるということなんですね。これ結構すごいですよね。何よりですね、このバッテリーって結構お値段高いんですよね。1本あたり多分7000円ぐらいするんじゃないかなという感じなので、まあ、そこでね、何本も持ってきたいけどやっぱり手が出ないなっていう方も多いんじゃないかなと思います。まあ、そういった時にね、この組み合わせを使うと本数少なくても、山で充電できて、写真を撮ったり動画を撮ったりすることができるよっていうような感じになります。で使い方としてはとっても簡単です。まずこのニーワーの充電器と、あとアンカーの、まあ、別にアンカーじゃなくてもいいんですけどね、このモバイルバッテリーをこの別に用意する USB ケーブルですね。これはプレステ5のコントローラーのやつです。これとこれをつなぐと、だからここにちょっと光るんですよ。ここね、これ光ってるじゃないですか。でこの状態でバッテリーを挿せばこんな感じで、見えますかね、充電されますよっていう感じです。で時間はね、ちょっと何分とかっていうのは測ってないんですけれども、夜テント入ってで寝る前にこの状態で電池セットしたんですよ。で何時ぐらいかな、12時ぐらいかな、多分 3、4時間ぐらいで満充電になったと思いますね。うん、星取る時にこうバッテリー見たら、あれ終わってるじゃんっていう感じだったんで、多分ね3、4時間ぐらいだと思います。だからそこまで遅くもないですね。まあこんな感じで、外でも充電ができますので、これができるのであれば、今の6本で十分間に合わせることができるかなと。昼間2本ぐらい使ったとしても夜それをリカバーできますし、まあ、充電中にもね、他のバッテリー使えばまた取れますので、これはなかなかいい運用方法なんじゃないかなと、私の中で思っています。まあ、難点はですね、このやはりモバイルバッテリーはなかなか重いといえば重いんですよね。まあ、ただし、スマートフォンとかね、他の、電子機器も充電ができますので、まあ、このカメラ用のバッテリーを持っていくよりは、応用性は高いのかなというふうに思います。まあ、こんな感じでね、充電ができましたので、皆さんももしよろしければですね、ぜひちょっと試してみてください。これはなかなかいいと思います。バッテリー問題これで解決しました。お次はですね、このじゃん、 SD カードですね、記録媒体問題です。
これ何が問題かというと、私は先ほどもお話しした通り、写真も撮れば動画も撮るよっていう風なスタイルでやっているんですけれども、それに伴ってデータ量が非常に増えたことが悩みになっています。まあ、具体的にどういうことかと言いますと、やはり一番データが来るのっていうのは動画なんですよね。例えばこう歩いてる時にも動画は撮りますし、で天場ついたらこうテントの張ってるところのタイムラプスを撮ったりとか、まあ、天の川のタイムラプス撮ったりとかすると結構ね、データ食うんですよね。前回裏銀座に3泊4日で行った時は、写真を除いた動画だけで約320ギガぐらい撮っていました。これはねなかなか問題ですよね。1回行くごとに300ギガなんて言ったらもうあっという間にハードディスク圧迫してしまいます。それはそれでね、まあ拡張すればいい話なんですけれども、一番怖いのは、まあ、それを撮ったのにもかかわらず、途中でデータが消えてしまった場合ですね。まあ、やはり300ギガぐらいの、データを1枚の SD カードに入れて運用するっていうのはあまり現実的ではないですよね。そもそも、大容量の SD カードっていうのは値段も高いですし、1枚にこう全てをまとめるっていうのはなかなかリスクがあるのかなというふうに考えています。まあ、そんなわけで、私は SD カードを複数枚、こんな感じでね SD カード複数枚を持って、登山に出かけることが多いんですけれども、差し替えとかのタイミングでもしかしたらデータが消えてしまうなんていうことも、なきにしもあらずなのかなというふうに思っておりまして、まあですね、ちょっと心配しながら運用しているっていうのが、実際なところです。でこれね、なんとかできないかなというふうに思いまして、いろいろとこう考えていたところですね、ちょっといい製品がありましたので、こちらの方を試してみました。まあ、結果的に言うとね、ちょっと今回はそれがあまりうまくいかなかったんですけれども、まあ、せっかくね、こういう風な、紹介の動画を作ってますので、まあ、そのダメだった例っていうのもご紹介しようかなと思います。ということで、まず私が購入したものっていうのをご紹介しようかなと思います。購入したものはこれです。じゃん。見えるかな、これ、IO データというメーカーのですね、ポケドラという製品になります。これ何かと言いますと、要はですね、Wi-Fi のストレージ &SD カードリーダーライターということで、名前だけ聞くとあんまよくわかんないですね。これはですね、要は中に SD カードスロットがありまして、ここに SD カードを入れると、まあ、こいつが、Wi-Fi でそれをすっ飛ばしてくれて、まあ、スマートフォンとかでその中を見れたりっていうようなする製品になります。でこの製品の特徴としてはですね、実は USB ポートがありまして、 SD カードを挿して、で USB ポートにストレージをつないであげることによってですね、PC レスで一気にこうそのストレージにこう転送することができるっていう製品になります。まあもうこれを買ったということはある程度お分かりいただけるかなとは思うんですけれども、登山中に撮影した写真や動画をですね、SD カードから他の、記録媒体の方に移してしまってデータを守ろうというのが、私の目論見でした。ただこのポケドラだけではですね、先ほどもお話ししたように別に、ストレージが必要となりまして、まあ、それもなんとかねちょっと買ってみようかなと思ったんですけれども、やはりね高いんですよね。特に転送速度まで考えてしまうと、やはりポータブル SSD とかの方が断然いいなということで、ちょっとね Amazon 見てみたんですけれども、やはりお値段が高くてなかなかこう気軽に試せないということで、どうしようかなと考えていた時にですね、以前レンズをお貸しいただきましたソニーさんからですね、ちょうどいいものよかったら使ってみませんかというお声掛けいただきましたので、今回はそちらの方をお借りして試してみました。で、今回ソニーさんからお借りしたのがこちらですね。はい、見えますかね。これはですね、ソニーのポータブル SSD ですね。SL シリーズというものになります。今回お借りしたのは500ギガのモデルなんですけれども、1テラ、2テラのものも、用意されています。軽量かつ強固なアルミボディで、防水防塵性能が IP67、で対衝撃性能がですね、3メートルからの落下でも、まあ、大丈夫だよっていう製品になります。で USB もですね、USB3.1 の Gen 2に対応しているので、すごい、読み書き最大で、1000メガビットセカンドですねを実現しています。早い
っていうものになります。ちなみに、お借りしている SSD 中身はこんな感じですね。すごいなんかこうアルミのデコボコが気持ちいいですね。これなんかねどっかで触ったことある感触なんですよね。なんだっけかな、ちょっと思い出せないんですけど。で、ワンポイントで黄色が入ってる。こっちはソニーさんのロゴが入ってますね。結構ポップな感じで可愛いですね。で、重さはまあそこまで重くないかな。はい、でですね、実際にこのタフとあとこのポケドラを、繋いで試してみました。一応やりたいことは問題なくできます。当初はですね、UHS の SD カード読み込んだ時にインジケーターが点灯しなくてあれダメなのかなと思ったんですけど、時間がかかった、ちょっとね読み込みまでに時間がかかるみたいで、しばらく待ってたら無事に、SD カード UHS1 でも UHS2 でも転送することができました。ただですね、転送がすっごい遅いですね。せっかくね SSD 高速で書き込めるのが利点なのに、ポケドラ側が多分 USB3.0 には対応してなくて、これはねちょっとさすがに現実的ではないかなと。やっぱりね、ちょっとあまりにも時間かかりすぎかなっていうのがちょっと残念ポイントでしたね。であと、そもそもポケドラ自体がちょっとアウトドア向きではないのかなっていうような見た目で、防塵防滴とかではないですし、あと、水に濡れちゃったりしたときね、ちょっとすぐ壊れちゃうんじゃないかなっていうことで、アウトドア向きではないなっていうのが、私の感想になります。まあ、見た目からして分かってはいたんですけれども、試した感じではちょっと今回は、残念かなというところではあります。ということで、今回はですね、登山中にカメラを携行するにあたってで考えなければならない問題ですね、バッテリーの問題とかあとは記録媒体の問題についていろいろ考えて、ちょっとやってみようっていうことで、動画をお送りしました。前者のですね、バッテリーに関してはこれ非常に、使えるかなというふうに私は思います。純正バッテリーですね、非常に高いので、少ない本数でねこううまいことやりくりして、持っていくことができれば、お財布的にも優しいですし、荷物も多少なりともね軽くできるかなというところではありますので、もしよろしければぜひ使ってみていただければなとは思います。そして後者の、SD カード問題ですね、現状やはり、外付けにバックアップするっていう方法はまだポピュラーじゃないのかなというふうに思います。本当にねこれができれば、より安心して登山にも行けるし、あとロングトレイルとかの時もね、データ破損等を心配しなくていいので、できればね本当に助かったなっていうのは思うんですけれども、まだねちょっと今の感じだと難しいのかなっていうふうに、思います。現状やっぱり最近は SD カードを複数枚持って分散するしかないのかなっていう結論ではあるんですけれども、どこかのタイミングでね、PCLS で素早く SSD に高速転送できるシステム的なものができればすごくね、欲しいっていう人はいるんじゃないかなというふうに思います。で、単体で見ると、ソニーのタフですね、非常に高速転送可能だし、で防塵精度もあり、あと対衝撃性にも強いということで、すごく、心強い味方になるかなというふうに思いました。これだけね、単体で正直欲しいところではあるんですけれども、お値段ちょっと高いのでなかなか手は出せないけど、いつかは欲しいなというような感じはしますね。割と衝撃とかにも強い SSD が欲しいなという方はぜひご覧になられてみてはいかがでしょうか。ということで、まだまだ暑い日続いておりますが、皆さん体調管理お気をつけてですね、日々を過ごしてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。